どうも、南小口です。私は熊本市立千代台高校の校長をしています。さて、今日もですね、本校の部活動の、今日はキャプテンというよりも部長さんですかね、 e スポーツ部という本校にはちょっと変わった部活動があります。その e スポーツ部の、ね、部長さんに来てもらっています。ではどうぞ。はい、はい、じゃあまずカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、どうもこんにちは、 e スポーツ部部長の下田隆樹です。一応中学校は北部長出身です。はい、じゃあですね、いろいろ質問、ちょっとこっち来ていい？はい、わかりました。質問していきます。まずですね、 e スポーツ部というのは、ね、まだ、数が少ないと思うんですが、私が知る限り県内2校ですかね。はい、一応ここの千原台高校と、新しくできた西高ですね。熊本西高校ですね。千原台高校の方が先にできたんですね。はい、一応 初代ですね。初代熊本県で初めてできたんですね。はい、いつ頃できたんですか？ですね、去年の秋頃に完成しまして、はい、そこから部活動として活動し始めた感じです、ね。はい、今部員はどのくらいいるんですか？各学年3年生が4人、はい、2年生が8人、はい、で同じく1年生も約8人ぐらいでやっている感じです。総勢20名ですね。はい、総勢20名ですけど、はい、部室は基本的に狭いので、うん、今はコロナが流行っているので、うん、ちゃんとそこら辺考えて密にならないように一週間制で分けてる感じですね。ああ、なるほどなるほど。ちゃんとそこら辺も e スポーツ部ですから、一応メモ使ったりいろいろ、はい、で体調に支障をきたす可能性があるので、はいはい、もちろんそこの体調面とか健康面もちゃんと向上しつつ部活を行ってる感じです。はい、皆さん e スポーツとか、いわゆる、まあ、我々の世代はテレビゲームっていうんですかね、そういうものなのでですね、健康上大丈夫かなっていうのがですね、まあ、特にこれを見られている保護者の方とかですね、年配の方あると思うんですけど、実はですね、先日も e スポーツ協会の方が来られてですね、皆さんの健康にこうどういう影響を与えているかということをちゃんとアンケート調査をしたりして、大学の専門の先生にですね、そのアンケートを送って、ちゃんと健康にマイナスにならないようにということを考えて部活をですね、まあ、やるということですね、やっています。はい、それではですね、まあ、今日頃の活動の様子もちょっと話してくれましたけど、じゃあどういうふうな、例えば私はサッカーが好きですので、ウィニングイレブンとかいろいろありますよね。はい、あります、あります。例えばどういうふうなゲームっていうかな、種類のやつをよくやってるんですか、 e スポーツ。 e スポーツ部では基本的にメインはリーグオブレジェンド、そしてぷよぷよという感じなんですけど、うん、はい、それぞれ新たにフォートナイト、エーペックスというシューティングゲームも新たに考えて入れていこうかという検討中です、はい、今。はい、この間私がちょっと見学行った時はシューティングゲームやってましたね。はい、一応検討ということで、うん、それも一応大会に含まれる項目ではあるんで、うん、一応考慮して、そこら辺は e スポーツ協会と考えつつやっていく感じですね。サッカーやらないですか、ウィニングイレブン。今そのソフトと、コロナのせいで、はい、PS4 の在庫がないんです。ああ、そうなんですか。のでちょっとソフトも買ったとしてもディプレイができない状況なんですね。なので今はもうパソコンの方のゲームに集中してる感じですね。そうか、パソコンには、ウィニングイレブンとかないわけですね。プレイステーションでしかできない。おそらくプレイステーション4、自分の記憶が正しい。ああ、そうなんですね。わかりました。いや、そういうのがあればね、私もラジオの解説とかやってるんでね、ちょっとそういうのを見て、いろいろどうなのかなってちょっと興味があったんですけど。はい。ではですね、これからですね、じゃあ君が e スポーツのですね、部に入ってやってるということで、e スポーツの魅力を教えてもらっていいですか？やっぱり e スポーツとやっぱりゲームですけど、うん、今の世代の子供たちは基本的にゲーム大好きなんですよ。うん、俺もゲーム、はい、自分もゲーム大好きなんですけど、はい、ですからそのゲームがスポーツとして認められたことがまず第一の魅力です。うん、そうですね、うん、そうすればもう家ではもう勉強せずゲームしなさいって言われるという親から夢のような言葉がかけられるかもしれません。そうですね。実際ね、今ほらプロになってる人たちもですね、億単位の、ね、収入をもらってる人もいますね。はい、もちろんそう、優勝したり、うん、世界で活躍すればそれなりに名声というか、うん、名も広がりますから、うん、名も顔も広がりますから。香港の e スポーツ部からそういうプロになる人出そうですか？さあ、どうでしょうね、今後の成長次第ですね。それは、はい、基本的に e スポーツというのはとにかく失敗から学んで強くなるのが基本なんです。うん、そうなんですか。はい、もう仕事とかそういうのと同じですね。うん、同じですね。例えると新人社員と、はい、
初心者のゲーム始めたばかりだと、はい、やっぱり新人社員って失敗ばっかりするんですよ。そうですね、うん、そのために教育係がいて、e スポーツの場合は、はい、下手な人を教えるために上手い人がいるんですよ。そうですか。もちろん上の人たちはその下の人たちを教えるためにいろいろアドバイスします。なるほど。失敗したことを、そしてその失敗したが学んだかどうかで業績が上がるか、e スポーツで上手くなるか、力がついてくるんですね。さすが。常に失敗か運任せではなく、失敗から自分の失敗を模索し、自分の失敗から次学ぶってことですね。はい、素晴らしいです。はい、それではですね、今後の部としての目標を教えてください。やっぱり今後の目標はやっぱり e スポーツ部で、うん、親目線で言われるとやっぱりゲームということで、うん、成績なんで一生来たす可能性も、うん、可能性としてはありえます、うん、ですのでまずはそれでその事情せいで部活が潰れるということだけは最終的には避けたい。ね、うん、まずは部活の維持と部員の確保、うん、まあこれでも十分多い方なんですけど、うん、他にもどんどん e スポーツができていくとしたら、うん、そこに部員との千原台の e スポーツに入ろうと思った子はその学校に行っちゃう可能性もあり得るので、うんうん、そのためにもちゃんと競合として残っておきたいという、うんうん、で一応部活の維持と、うん、最終目標、部での最終目標が一応全国に進出という形ですね。なるほどですね。今のいるメンバーで全国に進出しなくてもいい、最終的には千原台が全国で名を残すということが最終の目標なので。素晴らしいです。はい、では最後にね、このチャンネルを見ている中学生たくさんいますので、千原台 e スポーツ部のアピールをしてください。どうぞ。千原台 e スポーツ部はとても明るく楽しい部活です。自分みたいにちょっとおかしいやつもいますので、ぜひとも入ってくれると面白いと思いますよ。はい、ありがとうございました。はい、大事です。はい、すいません、ありがとうございます。はい、今日はね、 e スポーツ部の部長下田隆輝君に来てもらいました。とてもね、いろんなお話をしてくれて楽しかったですね。今まで本人も言ってたように、そのテレビゲームとか我々の世代から言うと、何なのやってもね、何のためにもならないとか、健康に悪いとか、そんなのばっかりせずに勉強しなさいと、おそらく多くの中高校生たち今でも言われると思うんですけども、本校ではちゃんと部活動として成り立ち、そして今下田君が言ってくれたように、しっかりですね、そこから失敗から学ぶっていうね、社会に出てプラスになるようなことも身についていってます。また健康面もですね、しっかり注意をしながら進めてますので、ぜひですね、ゲームが好きな人たち、そして将来その e スポーツをね、もっともっと盛んにしたいと思っている人、千原台高校に入学して e スポーツ部で活躍してください。ではこのチャンネルではですね、またいろんな部活動、まだいくつかスポーツ部残ってます。高校総体のですね、大体大会の組み合わせが決まったら、また残りのスポーツ部の、キャプテンも呼びたいと思ってます。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。